足長育英会、一般財団法人足長育英会、足長育英会、A、足長ファンデーションは、東京都千代田区平川町に本部を置き、様々な国内外の維持を支援している、非政府組織、交通維持の恩返し活動によって発足した団体であるが、公益財団法人交通維持育英会とは別の、組織である。 設立以来任意団体として活動していたが、2019年4月に一般財団法人に移行した。法律上、収支の公開は義務付けられておらず、公開はされている。また、同会への寄付は、所得税法上の寄付金控除の対象とはなっていない。名称は、アメリカの小説家ジームウェイブスターが1912年に発表した小説、足長おじさんにちなむ。 交通維持による恩返し活動からスタートしたが、奨学金の支援対象は、病気、災害、道路における交通事故を除く、自死、自殺などで親を亡くしたい事や、それらが原因で親が重度の障害を負った家庭の子供である。足長育英会は、足長さんと呼ばれる、奨学金を継続的に送金する支援者を随時募集している。 先日の足長おじさんからイメージを拝借したもので、どこかの誰かがどこかの維持に毎月いくらかのお金を育英会を通じて送るという奨学金制度である。19歳、足長運動によってこれまでに11万人を超える維持が足長さんの支援により高校、大学に進学している。また、足長育英会は奨学金育英事業団体としての活動だけでなく、 継続的な心のケアを支援の柱として重要視しており、継続的な心のケアを行う施設として1999年、神戸市東灘区に神戸レインボーハウス、虹の家、2006年には東京都日野市に足長レインボーハウスを建設した。両施設では、心のケア活動だけでなく、ケアの手助けをするボランティア、ファシリテーターの養成も行っている。また、 両施設には、維持進学のための学生寮、虹の心塾、穴が新塾も併設されており、経済的な面でも支援している。レインボーハウスはウガンダにもあり、現地の維持たちの心のケアと教育支援、寺子や教育を行っている。毎年夏頃、主に奨学金対応者を対象とした、キャンプ、集いを行っている。対象は、高校生、高校小学生の集いと、 大学、専門学校の一年生、聖子の集いで、数日簡易児童子が班ごとに分かれ、オリエンテーションや寸劇をしたり、自分自身の過去や未来について考えたり、近年では、IT と呼ばれる、世界有名大学からのインターン生や日本に、止めしている、留学生との国際的な交流したりするプログラムも、実施されている。聖子の集いでは、以前集いに参加した、 大学2年以上の学生らが、お兄さんお姉さん役として、高校小学生の集いには、大学、専門学校の1年生らがサポートする。2005年から2007年までの3年間は、毎年、集いに、海外の維持役100人を招き交流した。さらに、2011年。 平成23年3月11日に発生した東日本大震災で保護者が死亡、あるいは行方不明になった新生児から大学院生までの維持、及び孤児2075人に、死と自由、返済義務のない特別一時金として、一律282万1964円を支給するとともに、神戸、東京、ウガンダに次ぐ、 親を亡くした子供たちのための心のケア施設、仙台レインボーハウス、石巻レインボーハウス、陸前高田レインボーハウスを2014年に建設した。2018年4月からは、返還の義務がない給付型奨学金制度を新設し、高校生に月2万円、専門、大学生に月3万円、大学院生に月4万円を、対応型奨学金に上乗せして給付している。 親が病気や災害、または自死などで死亡、あるいは親が著しい障害を負っている家庭の子供が対象である。著しい障害とは次の障害認定を受けている場合を言う。障害者福祉法、国民年金法、厚生年金保険法施行令、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律、労働者災害保障保険法施行規則に定める。 1> 第1級から第5級。足長育英会から奨学金を受けている、維持学生によって組織される、足長学生募金事務局によって実施される、募金活動。募金のスタイルとしては、手を振って答える、足の長い紳士の後ろ姿のイラストを描いた旗と、募金箱を持ち、学生が該当で、維持の進学支援のための募金を訴えることで、知られている。 該当募金は毎年4月と10月に実施され、同事務局の学生とボランティアが募金を呼びかける。この募金で集まった寄付金は維持の奨学金として全額足長育英会に寄付されている。学生による該当募金が始まったのは1970年、秋田大学の春の大学祭からで、当時は交通事故の維持救済の募金であった。 その秋田大学の有志が全国の大学クラブに呼びかけ組織が拡大。1970年10月に第1回全国学生交通維持育英募金が実施された。当初は交通事故問題に関心を持っていた大学自動車部が中心となっての活であったが、1983年に維持に事務局が引き継がれた。1987年に災害維持。 1990年に病気維持、2016年にアフリカの維持へと支援対象が広げられ、1990年には名称も足長学生募金に変更された。毎回の該当募金には1万人を超えるボランティアが参加している。高校や中学校の生徒会、ボランティア部、JRC 部、インターアクト部などが中心であるが、 企業の CSR 活動の一環としての参加や個人参加も多い。希望者にはボランティア活動参加証明書が発行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。